セレンテラジンは発酵分子として知られるルシフェリンの一つである。七つの門にまたがる多くの水生生物に見られる。リニラ・レネフォアマス・ルシフェラーゼ、ガウッシア・ルシフェラーゼなど多くのルシフェラーゼやイクオリン、オベリンといった発酵タンパク質の基質となり化学反応を起こすと同時に発酵する。ただし必ずしも発光する水性生物だけに見られる化合物ではなく、 発光しない水生生物の体内に含まれている場合もある。セレンテラ人は、それぞれ発光生物、ウミシイタケと、校長動物のオワンクラゲを研究していた二つのグループによって、同時期に独立に分離され、同定された。両グループは知らないうちに両発光システムにおいて、同一の化合物が使われることを発見したが、分子の名前は校長動物にちなんでいる。また、 二つの主要な代謝産物のセレンテラミドとセレンテラミンの名もそれぞれの肝炉期に基づいて名付けられた。セレンテラ人はオアンクラゲで発見されたものの、その後オアンクラゲ自身はセレンテラ人を生合成しておらず、主に甲殻類、貝足類の接触を通じて獲得することが示された。セレンテラ人は次のような海洋生物に広く見られる。なお、セレンテラ人は 大西洋ニシンや、北国赤エビ及びパンダラスプラティローズを含む、エビ類など、発酵しない生物からも分離されている。イクオリン触媒によりセレンテラジーンは酸化され、セレンテラミドとなる。この酸化過程で生じる高エネルギーで不安定な中間体が、エネルギーの低い安定な状態状態になる際に、差分のエネルギーを光として放出することによって、発光する。 セレンテラジンは、透光色の結晶を生じる。メタノール中のセレンテラジンは、波長435ナノメートルをピークとして、紫外光及び可視光を吸収し、黄色を呈する。高気性条件下もしくはジメチルホルムアミドやダム素など、有機溶媒の一部の中では、自発的に酸化されるため、メタノールや、不活性気体中で保存することが望ましい。 生物物理学的性質を向上させるため、セレンテラジンの誘導体が多成分戦略など様々な方法で合成されている。ありがとうございます。